では、ね、最後までよろしく。ワン、ツー、ワン、ツー。スローモーションで時間通りに君を乗せた電車がそっと滑り込む。白い改札口でつま先立ちして君を待っている。夕べは寝ないで考えていた。答えは探せず朝はやってきた。もう何も言わないよ。二つ缶コーヒー握りしめたままで、誰でもつまずき少し疲れて泣きたくなる。うつむかないままため息つかず胸を張って聞かせてください。ただ今と手紙も減ってはしゃいだ笑顔も写真だけの中、9ヶ月ぶりの留守番電話、到着時刻とかすかなすすり泣き。そう勝った負けたかは君が決めること。これからずっと先にスローモーションで君がやってくる。見えてるから、重すぎる荷物片方持つよ。照れてないで笑ってください。ただ今と私になって呼びフリート。
し今ありのままの君を見せてよ何度も言う Get relief 間違ったなし強く願えば何かが変わるさできないことなんてないた週末今日は何もしない昨日までの涙は後悔しちゃった時々不安になるし立ち止まったりしちゃう難しく考えないでいいんだひらめきもディスカバリー眩しすぎる時僕らは何か見つけていくんだ何になってなれるんだよ何度も言う Get to believe 間違ったなし強く願えば何かが変わるさ裸足になって呼び Free 感じてみてほしい難しく考えないでいいんだ You're making more discovery 眩しすぎる時僕らは何か見つけていくんだもう一曲いくか。いくよ。2 T 4。一筋の距離立ち上り行け。呪文を唱えながら一人として行く。目の前に。広がる宇宙の空受け入れるすべはまた神話の中へと揺らぐ影の過酷な旅道のりは遠いけど後に続けたった一つだけ愛を僕は今旅立ってゆく New Frontier 辿り着く場所に続けてた夜に終わりを告げ突き進むべき場所へ青空を舞いながら叫ぶ道しるべ乾く雨潤す恵み湧いた降り注ぐ熱波から奪いかき回す気まぐれでは息つけない思いつきなど曲がり通ることなくたとえ
すべてなくしてもきっと悔やみはしない Your frontier またいろいつかこの後に道はできるだろうよね、うん、あの皆さんの声がこの僕たちの前の画面にもね、あのこれツイッターの画面かな、ツイッターのやつ、ツイッターのね、あのちゃんと見えてますよ。お、本当だ、メッセージがでも届いている。ちょっとタイムラグがあるの、これこのコメントにもね、ちょっとタイムラグが生じていて、うん、やむを得ないね、ね、ちょっとリアルタイムで拾えないのが残念なんですけど、まあメッセージありがとうございます。りょうくん頑張っておる。ギター一本頑張っている、ね、頑張っておる、ねね。ありがとうございます。うん、いやなかなか配信とはいえね、こういう形で歌とギターだけでお届けするっていうのはなかなかないですからね。まあ、結構いろいろやってきたけどね。まあまあ、近年はさ、キーボードの、ね、方が入ったりして、うんうんうん、それで一番ミニマムって感じだけどさ、うん、この歌とギターだけっていうのはね、なかなかしびれるもんがありますよね、だからね。なんて？しびれるもんがありますよね。しびれる？うん、しびれてますか？ね。いや、しかしね、やっぱり、今年の2月の初頭ぶりのライブということでね、ただいまをやってみましたけど、うんうん、改めてこうギターと歌だけでやってみると、その楽曲の良さっていうか、バンさんのボーカルの良さっていうのがね、いいです、それは。なんでいいじゃない20年経っていいですよ、もう。いやいやいや、そういうね、曲の良さとやっぱメロディーの良さ、そしてバンさんの歌声の良さが際立っていてね、私それのサポートに徹するというか、まあ、そんな感じですよ。何ですか、その客観的な、他人的な。いやいやいや、何をおっしゃいますやら。やっぱいいよね、いい曲だよね、なんかね、うん、俺は好きだね。あ、そうそう、今回ね、この配信ライブをお届けするにあたって、私たちもですね、このね、アクリル板をここに引いてね、ちゃんとね、隔たりをね、隔たりを作ってね、このあんまり密にならないようにこう飛沫が飛んでいかないように一応考えております、はい、一応対策はね、取ってますので、はい、そうですね、安心してご覧ください、はい、ね、相変わらずね、りょうさんのね、毒舌もね、磨きをかけてきてるからね。いやいや、隔たりは欲しいです。あのね、毒舌と怒りはエナジーなんですよ。うん、あと、分かりづらいギャグ。いや、分かりやすいギャグもエナジーなんですよ。エナジー。あのね、そういうのがあって、日々、前に進んでいけるんですよ。そう、だから毒づいてなんぼですよ、本当。ほら、毒まぶち三代言ってたじゃないですか、このクソババアこの野郎みたいな、ああいう感じですよ。あれが正解。
ね、ドクマムシさんが正解だと僕は思いますね。いや届いてますか皆さん、ね、これリアルタイムでみんなの声聞こえるといいんだけどね。なるほど ね。いやしかしこう配信ライブっていうね、こう新しい形でこうライブをお届けせざるを得ない状況ではありますけど、うん、まあ、だけどね、もうこうするしかないんだったらこれでいいんじゃねえかみたいなねとこありますよ。ん、もうだってできないわけじゃないですか、とりあえずのところは。うんうん、まあまあ、うん、でもこうやってね、皆さんご自宅だったり、ね、こう、うん、慣れた場所でこうやって、うん、あ行きたくても行けなかった、でも今日は見れるみたいな方もたくさんいらっしゃるかもしれないですし、そうだ、ね、しばらくぶりだわって方も、ね、いらっしゃるかもしれないので、ね、いやあそこ遠いからあそこ行くぐらいだったら行かなくていいやみたいな、ね、人たちも家だったら見れるっていうね。まあね、うん、もちろん20年やってたらね、いろんなね、生活環境だったりね、はいはい、こういろんな変化がありますし、まあ、今年はまあコロナの、ね、影響もあってなかなかギシギシではできないですけど ね、 そうだね、本当にしばらくはもうちょっとこういう形で楽しんでいただけたらと思います。う、ね、はいはい、選曲もね、なんかそういう気持ちも込めて、うん、はい、選んでまいりましたので、そうだね、うん、あの最後まで楽しんでください。はいはい、じゃあではもう少しじゃあ曲いこうかね、引き続き ね、はい、はい、ちょっと待ってお楽しみください。メッセージみーちゃお、子供も見てるよ、イエーイ。これウルトラマン知ってる知らんかしわっちめっちゃ見てますよ、声ただ届かなくても思いを届け、届いたよ、嬉しいね、うん、うん、今日もだって結構な数の方々がねチケット買っていただいてありがとうございます、ね、本当にありがとうございます、ね、もう嬉しいです。なんかこのね無反応とはいえ、そういうねもうみんなが見てくれてるってもう本当思ってるとこやりがいが、うん、もうあふれるというかね、そんな感じですよね、うん、ね、うん、さあ行ってみようかね、うん、okay. では引き続きお楽しみください、はい、ね、さっきも僕ら登場する前に PV 流れてましたけど、そういえばあんなとこ行ったな、こんなとこ行ったなっていろいろねちょっと思い出すとこあって、まあ後でねそんな話もできたらと思いますけど、ね、うん、これはだって根室まで行って PV 撮りましたからね。そうでした、ええ、うん、もうね枯れ木しかないの、あたり一面物悲しい湿地帯というかね、そういう場所で撮影は多かったですね。そうですね、私たち、まあ、ちょっと行ってみましょうか。はい、僕たちは過ちを犯す、僕たちは救に立ち止まる、些細な恋しにさえもつまずいて、誰かの言葉を信じ誰かの手の中にいる、最後は一人なのに、自分が気づいている弱さ、自分に耐えられない脆さ、見えないふりをしたまま生きてゆく、どうしようもない苛立ち、どこも当てない旅立ち、繰り返して長い橋、引き返す勇気もなくてこぼれてく、両手から大切なもの舞い出した、粉雪は積もるのでしょう、冬を耐え抜いてゆく強さが欲しいよ、君の胸の片隅に残した棘を、やがて来る春までに溶かしてあげたい、僕たちは過ちを犯す、僕たちは救に立ち止まる、全てを受け入れるほど強くない、
氷のかけらを集め心の隙間は今も埋め尽くせないまま、はしゃいでた街の沈黙、果たせない二人の約束、触れてしまえば消える雪のよう、僕が見失ったもの、君を見失ったこと、気づかなくて揺らぎは冬の訪れつける花、僕たちをただそこで見下ろしている、長い孤独な夜に潰されそう、満たされぬ現実が押し寄せてくるよ、君を守り抜きたいこの冬から、やがて咲く赤い実を二人でまとおう、積もるのでしょう、冬を耐え抜いてゆく強さが欲しいよ、君の胸の片隅に残したトゲを、やがて来る春までに溶かしてあげたい、懐かしい曲をやってみようか。そうだね。ちょっとね、だいぶライブでもあんまやったことない曲やってみようかな。このアルバムのツアーでしかやってないかもしれないね。だって多分、ね、イエーイ。ちょっと久しぶり、まあ2人だけなんですけど、うん、まあみんな歌える人いたらね、うん、大声で歌って、近所迷惑で怒られてください。ね、こらー！ね、何下げとんじゃボケー！さあやるよ。行きましょう。はい。2, 3, 4 咲き乱れる花、レモン色の風、透き通る笑顔、君の香り、愛なんて知らんけどこんな悪かない、ここの紐とかほどけてく、 I say hello, you say hello, いつも kiss the sky、 春夏秋冬素晴らしい世界、空まで ごめん、もう一回やっていい？もう一回行きましょう。行ってみようか。はい、行ってみよう。ツー、スリー、フォー。咲き乱れる花、レモン色の風、透き通る笑顔、ときめきの香り、愛なんて
しゃんけどこんなん悪くない心の紐とかほどけて I say hello, you say hello いつも kiss the sky 春夏秋冬素晴らしい世界気ままに歩いていこう空まで まだ飛べない鳥雲が暮れの月曖昧なセリフ誰もいない夜をワンピースじゃないけど結果オーライでしょ考えすぎじゃないやめとこう I say hello, you say hello だから kiss the sky これからは good for you 僕らの時代悔やまないでポジティブ thinking でいこう春夏秋冬素晴らしい世界気ままに続く道を歩こう I say hello, you say hello だから kiss the sky 春夏秋冬素晴らしい世界たまには悔やまないでポジティブ懐かしいねなんかねいやいや懐かしすぎた、ね、自分たちでもそういう曲があるんですわなありますね、ね、なんでかねライブでなんか曲がすごくオルタナテイストのリフとなんかね可愛らしいメロディーで俺結構好きだけどねこれね Good for you という曲でした、ね、本当ね僕これ歌詞書いてんですけどあれですよ今をときめくいいねっていうことですよいいねねいいねってこの向こうのアメリカでは Good for you って言うんですよね、うん、なんかいい感じだねみたいなね Good for you、ね、20年先取りですからねすごいでしょうすごいでしょう、ね、このリアクションがないからねしれーっとしてんのかどうなのかがわからない、ね、しょうがないことですそうですねでも言わずにもいられないっていうね、うん、言いたい、ね、このしれーっていう感じを言いたい、ね、いやいやいや楽しいよ、うんなんか2人だけ空回りしてる感じもちょっとなきにしもあらずだけどねそんなことないよね慣れましょうそうですよね慣れる、うん、とかあれじゃないですかこの周りにいる人たちがもうちょっとリアクションするした方がいいんじゃないこの配信のこのあのねこの皆さんね見えてないけどこのバンちゃんと僕以外にもね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 人いるんですよこの部屋の中ねだその人たちがもうちょっと優しくリアクション取るとかねそういうねリハーサルをするべきでした、ね、皆さん多分笑ってらっしゃるんですよ、うん、でもマスクで見えないんですよそうなん、うん、ほらうなずいてらっしゃってる本当か本当に頼むぜそんなに寂しがり屋でしたっけ意外とそうなのよあの年々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 かまってちゃんというかね、まあ、困りましたねそうなのよもうちょっとね優しくしてほしいとか思うようになってきちゃっててさそうかそうなんよだバンさんも優しくしてくれないと結構すねますよ僕怖意外とバンさんもほら僕がこうやってねすごくいいこと言っててもこの拾わないでスラーっと先行っちゃったりするじゃないですか拾わないって気づいてないキャキャ気づかれてなかった
ちょっとね、もっともっとちょっとひどいパターンですね。そうなんですよ。だからね、年齢もあれですよ、本当、りょうさんも結構年を増してきてですね、この結構あの、なんていうの、すねすね老人みたいな感じですからね、本当。それ避けたいですね。そうですね、だからよろしくお願いしますよ、うん、本当にね。頼まれちゃった。いやいや、今皆さん伝わってますかね、このぐだっとした感じね。ぐだって。まあまあまあ。いやだけどいいね、やっぱりこういうさ、あのもちろんシングルとか有名な曲はもちろんなんですけど、うん、あのこういうタイミングタイミングでさ、こういうなんつうの、埋もれてしまいそうな名曲っていうのをさ、やっぱやる必要があるよね、俺たちはね、うん、だってあれですよ、僕たち1999年デビューして、そうです、アルバム13枚、まあ、中抜きあるとしても、丸20年アルバム13枚ですよ、うん、だシングルの曲が1曲で13曲だとしてもだよ、あと残り何曲あるのっていうね、130曲あるわけですよ、うん、ね、まあ、もっとあるけどね、実はね、だからやっぱね、そういうね、埋もれてしまわしちゃいけないね、うん、もう俺たちの責務だね、これはね、ね、うん、まあその時々のね、なんかこう、まあ私たちは私たちなりの音作りをずっとしてきていますのでね、うん、あの、まあ末永くよろしくお願いします。そうだね、という感じですね。もうそうとしか言えねえな、もう20年経ったらね、うん、まあ、だって待って待ってて、さっき PV 流れてた時に俺は30代前半とか20代後半なわけじゃん、20代後半か30代前半で、バンさんはその時20代前半なわけで、うん、で俺あと30年やるつもりでいるから、あ30年お決めたの、決めたね。あと30年やるつもりなんでってことは、だから俺が今もうすぐ50になるってことは80でしょ。おー、バンさんいくつよその時。バンさんは永遠の21歳か。いやいやいや、そんな なんかああいうことは言ってないですよ、あの着実に年取ってますから。そうですか、ババアスカじゃん。ババア行きます。ババアの方に行ってきます。いろんな人敵に回してるよ。そうだよね。いやほら、あまりにもさ、2人でこの時間を作っていかないといけないからね。この、まあまあまあ、すごくオーバーリアクションというか、オーバーアクションですよ。だからこの言葉のオーバーアクションで言ってるわけですよ、今。まあ多分今ファン2人さ、去ったね。本当に。まあまあまあ、それやめてよ。30年だったら私は多分70前半ですよ。70前半、うん、俺が80で70前半か。まあばあちゃんになってるね、いけるね、いける、いけるね、いける、キーをまあ2音ぐらい下げりゃなんとかいけるだろう。ねえ、だって見てごらんなさいよ、エリック・クラプトンとかキスとかさ、うん、すごいよみんな70代でよ。ポール・マッカートニーいくつよ今、80手前ですよね、78とか9ですよね。それでもまだ、まあコロナで今動けてないと思うけど、だけど直前まではライブやっててね、うん、だからやっぱね、俺たちはそういう人たちにね、習っていかなきゃいけないね。本当ですね。80行くよ、80のロケンローラー絶対行く。俺はいい、うん、行くよ。と言っちゃう。そうですよ。ではりょうさんのね、決意も決まったことですし、はい、そうです。今決まったよ。迷ってた。うん、あ、じゃあ曲いこうかね。うん、うん、あのこれは2000何年だ、4年ぐらいかな。まあ、最後の解散前の最後のアルバム Need Your Love に入ってるんだけど、まあ、先にシングル出てたから2004年かな。4年ぐらいのシングルになるのかな。まあ、にしても16年前ね、うん、これもいい曲だよね、人気あるよね。そうですか、うん、そうですよ、だって犬夜叉のテーマソングですから、はい、だってあれじゃないですか、僕ら3年前に南米行った時にもう向こうのセニョール、セニョリータたちがもう大合唱だったじゃないですか、この果てしない広い世界のつってね。本当にありがたかったですね。先に歌っちゃうっていうね、やる前に歌っちゃう。新しいねこれ ねクレーナズ、クレナズム町の音、それは後から追いかけるみたいなね、それとは違うか、光の光とか
りょうさん、巻きでお願いします。巻きでいきましょう。あ、ジャクジャスラが引っかかる。もうこれということで、ね、お口にジャックですかね。行きましょう。はい、ね。緊張と緩和です。行きましょう。トゥーティーフォー。誰もがみんな知ってる。消せやしない傷をどれくらい続くの。もういらないよ。誰もがみんな待ってる。争いのない君を戦場の兵士たち思い出してよ。今のぬくもりをこの果てしなく広い世界に自分だけの地図描いて涙こらえて僕らは歩いて行こう。立ち上がれ今ほら何度でも眠れる獅子呼び起こして生きてゆくんだ明日へ。誰もがみんな持ってる一かけらの愛を憎んでも何一つ生まれないんだよ。そんなのもういらないよ。この限りある時間の中でまだ見ぬ楽園目指してどこまでだって僕らを歩いて行こう。振り向かないで前だけを見てその体が朽ち果てるまで生きてゆくんだ未来へ。どこまでだって僕らは歩いて行こう。振り向かないで前だけを見てその体が朽ち果てるまで生きてゆくんだ未来へ。ありがとうございます。イエーイ。いやーいいね。なんか魂がこうぐわっとこうじわっとこの曲は。そうですね、なんか歌っててもイエーイぐわっときますね。いいね。いやほんとね、ほんと僕らはいい曲に恵まれてるというかやってて楽しいもんね。なんかね、これなんかね、僕さっきから2004年とか2003年とか言ってますけど、こう今やってても全然古くないんだよね。ほんとね、今2020年の気持ちでこう演奏できる曲が本当に多くてね、本当だから活動しててね、
楽しいんですよこれ。おかげさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、さあ、はいはい、どう話してると時間が経っていくね。そうね、ペース的にはどうでしょうかね。いい感じですか。私たちあのデュアーズはね、今年7月にね、うん、新曲を出しました。はい、ね、まあ曲自体は去年の今頃ちょうどミックスとかやってたし、そうだね、うん、なんか作ってちょうど1年経ったなという感じなんですけど、次はその新曲をやろうかなと思います。ね、久々のバラードって言うんですかね。そうだね、ミディアムバラード、ミディアム、ミディアム、そうだね、ミディアムバラードね、ですね。一番なんか皆さんが僕たちドラズインフィニティのイメージを連想しやすいタイプの曲になってるんじゃないかな、ね。はい、あの曲はね、あれです、100分の1とか、誓いを作ってくれた、あと君がいない未来も作ってくれたあの大西くんにね、うん、作ってもらいまして、はい、大西くんがまたね、俺らのこの感じっつうのをむちゃくちゃ理解してくれているんですよね。うん、ドゥーアズ、そしてワンちゃんのボーカルのこと、ボーカルが入るような、曲をねたくさんこう作ってくれるというね、もう本当第3のメンバーみたいなね時期もありましたからね。はい、うん、ね、大西くんありがとうございました。ね、いい曲をね、ありがとうございます。頑張っております、ね、ではこの新曲自体もは、何、ライブでやるのは初めて？初めてだね。初めてだね。イエーイ。アコースティックバージョンですけどね、今宵は。はい。2人バージョン。そうですね。はい。では新曲をお聴きください。あなたをただ愛している。読みかけの本のページをせかすように風がめくってく、結末を知ることだけが全てならつまらないのに、先で咲いている花が私の今のようで、あなたをただ愛している思うほどに強くなれ、美しい心でいたい、願うほど迷いは増えて、不器用な最後の恋は初めての感情ばかり、確かなものなど何もない未来、信じているのはその目に宿る光、あなたをただ愛している、どんな明日が待っていても、私は愛を胸に歩いている。
もしあなたに会えなければ愛の意味も知らなかった、涙さえも誇りへと変えるなら、私は歩いてきた、あなたをただ愛している思うほどに強くなれる、目の前の無数の分かれ道を私は愛を胸に歩いてゆく、私は歩いてゆく。どうもありがとうございます。いい曲だねこれね。いいよいちいち。どうしていっぱい言おうよ。大西君むっちゃいい曲だよこれ。本当ありがとうね。いいわ、弾いてて楽しいんだよね、いい曲ってね。本当ね、演奏者として楽しいね。こうみんなもさ、こうやってまあ俺がこうやって一人でジャンジャンできるってことはさ、あのギターちょっとやってる人たちはさ、あの俺ができるんだからみんなもジャンジャンできるってことだから、あのギター弾く人はいっぱいやったらいいよ。うん、譜面とかどっか公開してあげる、いつかねって言っちゃう、ね、でも権利の問題とか発生するとめんどくさいから、あの、ね、ひょっとしたらっていう感じね、うん、いや楽しいね楽しんでますかいや楽しいよ俺は、楽しんでます、バンさん楽しんでます、これ邪魔だけど楽しんでます。怖いわ、いや倒れてきそうだよ、うん、いい ね、うん、いやもうこれ本当なんつうの、自家発電していかんと、なんつうの、常に自家発電しておかないと体が冷える。あ、そうですか、うん、シューンってなっちゃう、なんかシューンってこうね、もう自家発電していこうぜ、うん、なんかもう今年もあと何日でしょうね、もうね、本当にね、もうすぐクリスマスですが、皆さんね、今年は静かにお家で過ごしましょう。そうね、はい、まあ、新しいクリスマスではありますが、うん、ね、まあ、だけど街意外と電飾とかあってね、うん、キラキラでいいですよね、ね、うん、イルミネーション、そしてお家のイルミネーションみたいなのが ね、なんか今年はなんか多い気もします。ご家庭でイルミネーションを楽しんでらっしゃる。バンさんほら坊ちゃんが2人いますけど、うん、なんか作戦考えてるんですか？それはもちろんお口にチャックですよ。チャックですか？見てるかもしれないから、ね、あ、そうなん？そっかそっか、はい、じゃあやっぱあれだ、坊ちゃんとこのなんつうのハウスパーティー、ホームパーティーみたいな感じ、うん、そうですね、シャンメリーだだからヒヤヒヤするからさ、シャンメリー大丈夫だろう、ね、クリスマスしたらシャンメリー、ケーキね、ケーキ、ケーキを楽しみにしてますよ、藤屋のね、うん、藤屋のケーキ、あの砂糖の塊乗っかってるやつ、うん、砂糖だったんかいみたいなね、食べるんでしょ、ガリッそう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 、りょうさんそんな人でしたっけ？いやいや、そんな人じゃないそんな人かそんな人じゃないか分かんないけど、自家発電ですよ、自家発電ね、もう完全なもうナチュラル酔っ払いですよこれ、じゃないとこんなね、緊張感を、緊張と緩和ですよあ、でもここもちゃんと会うのは10ヶ月ぶりですよ。そうなの、リモートではね、こう電話やパソコン上では ね、しょっちゅうでしたけど、はい、ちゃんと会うのはね、いやしかしあの会議アプリすげえよな本当会った気になってて俺もバンちゃんと10ヶ月ぶりって正直言ってびっくりしちゃった。うまそうだよね、うん、やっぱね、その制作の会議でよくズームつながってましたからね僕らね、だいぶ慣れてきたよね、そうだね、ああいうのもね、確かに、うん、
まあね、もっと増えると思うから、まあ、確かに、うん、まあ、会議アプリだけじゃなくてさ LINE でもそうやって差し出てやることもできるしさ、はい、いやしかし俺さ緊急事態宣言の時ってさ何やってたかって言うとさ、はい、もうさ学校の時の仲間とずっとオンライン麻雀。麻雀もオンラインですか？すごいんだよ。PC でみんな同じ麻雀を起動してで、なんていうの、仲間同士でやることができるのよ。要は知らない人じゃなくて仲間を招待し合って、まあ、ほら麻雀で4人でやるもんだから、うん、4人だけが入れるルームを作ってそこでやって、うん、なんていうの、ここには iPhone で LINE でつないで顔を見ながらオンライン麻雀みたいな。それは皆さんの顔が見れるんですか？そう、まあ、いわゆるなんていうの、 iPhone で LINE をつなげて、だ携帯で LINE をつなげてパソコンで麻雀の画面、だからなんていうの、2台使いで、で画面上で卓があるわけ。そうそう、画面上に卓がある。でその卓でみんな麻雀をするんだけど、うん、その顔とかジョークの言い合いとかは全部 LINE なの、うん、LINE のそのなんていうの、音声通話、へ、音声通話じゃなくてだから顔が映る、だから動画、うんうん、それでほぼ毎日やってたよ。へ、毎日寝不足、まあ、ちょっと時間の使い方あったんじゃないですか。そうそうそう、ね、曲作ったりとかね、ギター練習したりとかそういうことなんだろうけどもうね、オンライン麻雀でもやんないと、なんつうの、なんつうの、人生初めての経験は乗り越えられなかった。うん、うん、そうなのよ、そういう無駄な時間を使ってました。うん、ね、まあね、意外と尺的にはこんな感じ、ね、もういけって感じ。巻き巻きだ、なるほど。行きまよかちゃん。じゃあバカさん、そのキラキラ麻雀じゃなくてキラキラムードのさやつを3年ぐらい前にその話をしようとしたら、そうだよね、ガリッとか言うから、ごめんごめん。そうそうね、渋谷の某ショッピングモールの、まあまあ私たちのクリスマスソングですね。そうです、はい、一番新しいというか、ね、まあクリスマスソングはね、もう一曲あるけど、これも、うん、りょうくん作曲歌詞、はい、私がやって、ね、共作でね、はい、楽しげな曲になりました。じゃあお届けします、聴いてください。ラブリーデイ、ワッツゥー、週末の夜にぎわい始め、街も人もそわそわしてる。渋谷で当時メイクと身なり特別仕様で出かけましょう。渋滞抜けて君の元へとかけ出す呼吸整え、街頭ビジョンの彼女のようにきっと会えるよね。街にまた今日は君と Precious Night、 世界中のみんな願う奇跡、恋しくて嬉しくて愛しくてキラキラときめく今宵ラブリーデイ。ないものねだりする自分よりも何か一つ夢中でいたい恋のライバル、差をつけるには身も心も磨きをかけましょう。公園通り巨大な交差点、映画に出されたシチュエーション、君と並んで歩くスピード、ほら街にまた今日は君と Precious Night、
界中のみんな祈る平和、君のこともっとずっと知りたいの、この一秒を愛おしい Every day、今人の波をすり抜けたなら夢みたいな魔法のような時を君とまた今日は君と Precious Life 世界中のみんな祈る平和、恋しくて嬉しくて欲しくて、キラキラときめく今宵 Every day、 待ちに待った今日は君と Precious Light、 世界中のみんな願い奇跡、君のこともっとずっと知りたいの、この一秒を愛おしい Every dayクリスマスをお過ごしください、はい、ちょっと早いけどメリークリスマス、ね、いいねクリスマスね、 OK、 ではそうそうバンさん、あ、そうでした、お知らせ、お知らせがございます、うん、物販のお知らせがあります。私たちねグッズを作りました。コーチングジャケット、コーチジャケットといいまして、シャカシャカするあのあったかい素材のウィンドブレーカーみたいなやつですね。それが1点ございます。そしてもうもはやね、もうこれは日常に欠かせないものになりましたけど、マスクですね。これリバーシブル両面使えますね。これで2色、これが2枚セットになっています。おいいね、はい、そしてパーカー、お茶色いいね、茶色パーカーです。おなんかちょっとニューヨークにね、こうフードかぶっていそうな感じね。ようようようみたいな感じで、ね、ここにワンポイント、ようよう What's up man?ロゴが、ね、そういう感じのね、うん、いいじゃないですか、うん、大丈夫ですか、後ろは何にもございませんなんか変なとこ入ったこれサイズは L、 M と L の展開がございますね。そしてキーホルダー、これはね、ドアオープナーキーホルダーといって、こうやってドアノブの、まあこのタイプですね、このタイプのドア、こうかけて、こうやってこうやって下げて、こうやって開けるっていう感じ。それ猫ちゃんの、そのデザインがいいよね。猫ちゃん、そうです。ねえ、伸びしてていいよね。これは一色です。一色展開なのでね、サイズも大きくて目立ちますので。でここら辺の商品がみんな受注生産なんだよね。だからまあ欲しい人はこうくれって言ってくれれば作りますっていうね。え？エコバッグがあるんです。あとエコバッグね。そう、まあね、今多分画面みんなこれ画面見えてんですよね。見えてないんだよ。あ、見えてないの、あ、ごめんごめん、俺ね今ちょっとね、僕らの前のモニターにはこのグッズのね紹介の
画面が出てたんで、それみんな見てんのかと思ったんだけど、そうかないのか。そうエコバッグっていうのもありまして、こちらです、ま、ございました。まあ、最近はね袋に袋有料化でみんな袋、捨てる袋やめようぜみたいなね流れなんで、有料化なんで作ってみたという。簡単にはかけれんか。まあ、そしてポケットついてるので畳んで、まあ、私みたいにこういうねぐちゃぐちゃにしても入るっていう。おすごい、そんななるんだ。おー、はい、おーいい ね急いで、主婦は忙しいから。確かに、そうね、こうやってコンパクトにバッグにね収納できます。ぜひねチェックしてみてちょうだい。あ、受注期間がね、2018年の昨日から、2018年じゃねえや、2020年の昨日から、今月28日まで、ね、はい、ぜひよかったら、ぜひです、はい。今回ロゴがいいんだよね、なんかゆらーっとしたこのロゴ、俺結構好きなんだよね。あ、そう、俺もちょっと着てますけど、T シャツね。これね、ね、この T シャツ付きのチケットを買ってくださった方もありがとうございました。ね、本当ね、本当助かるよみんな。ありがとう。ね。型にはかけれんか。そう、型にはかけれんかったね。でもね、結構うちらエコバッグはこれまでにもねいっぱい出してきたんですよね。いろんな大きさのメッセージ読みたくなっちゃうね。読みたくなっちゃうね。これ読んでるとね、はよやってよっていう感じになるからね。僕言いたい伝えたいことはこんだけでしたっけ。はい、な感じだね。 OK。 ではまあこれもやっぱりね俺らのキャリアですごい重要な曲で、やっぱり今回もやりたいなということで、はい、今回のねこの、アコースティックルームは、海外の方も随分エントリーしてくれていてね、やっぱり海外の方は N ヤ社越しに僕らを知ってくれた方も多いので、ぜひ、遠くまで届いてほしいねと思います。やるよ。深いよ深い森の奥に、今もきっと置き去りにした心隠してるよ。探すほどの力もなく疲れ果てた人々は永遠の闇に消える。小さいままならきっと今でも見えたかな。僕たちは生きるほどになくしてこう、少しずつ偽りや嘘をまとい立ちすくむ声もなく、空の色も気づかないまま過ぎてゆく毎日が変わってゆく。作られた枠組みを超え今を生きて、錆びついた心また動き出すよ。時のリズムを知ればもう一度飛べるだろう。僕たちはさまよいながら生きてゆく。どこまでも信じてる
光求め歩き出す君と今僕たちは生きるほどになくしてく少しずつ偽りや嘘をまとい立ちすくむ声もなく僕たちはさまよ生きてゆくどこまでも振り返る道を閉ざし歩いていく永遠に立ちすくむ声もなく生きてゆく永遠にどうもありがとう。イエイエイ。さあどうもありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はねもう一つお知らせがございます。そうでございます。なんと、リリースの決定がございます。イエイ。なんとですね2021年3月に、オールタイムベストアルバム、タイトルはまだ未定です。デビュー曲から最新シングル、先ほどやりましたあなたをただ愛している、そしてさらに、新曲、こちらのタイトルはLike a Rose と先日発表しましたね、お知らせしましたが、その曲まで収録された、私たちの、楽曲が完全にコンプリートされた記念版を作ります。それが、来年の3月にリリースされます。はい、ね、まあさっきりょうくんがアルバム13枚シングル何枚だっつって、うん、まあ単純にね、計算しても130曲以上もっとあるって言ってたけど、うん、ほぼほぼこの1枚じゃないか、これを持っていたら Do As が分かるっていうような、まあいっぱいベスト版は出してきたんだけども、うんうん、これこそコンプリートじゃないかっていうね。そうね。でこの活動20年のキャリアにおいて、りょうくんが選ぶ、曲、そのシングル以外とかね、うん、うん、私が選ぶ曲と、なんかそういう選び方というか、選曲した1枚も含まれて、うん、これ何枚になるんだっていう感じなんですけどね、結構なボリュームです。6枚組プラスブルーレイだそうです。だってそのあれですよ、あのランクはありまして、あのシンプルにね知りたい人は2枚組とかになってるんですけど、俺は金に糸目はつけねえよっていう人は6枚組プラスブルーレイっていうやつまであるというね、まあ、その6枚組のやつは完全限定生産ということになっておるらしいです。さらにですね、そのファンクラブ、うん、そしてミューモショップ限定の完全限定生産版ね、生産限定された完全、うん、限定生産だよねこれ、完全限定生産版、完全、まあまあそう、数に限りがございますという版もあります、そちらもぜひ、うん、あのよろしくお願いします。詳しくはですね今日ですかね、これは
22時、今日の10時に更新されるホームページのディスコグラフィーページを、はい、ご覧いただければと思います。詳細が分かるようになってます、ね、今日の10時にホームページの方でお知らせ、詳しいことアップされますのでチェックしてください、ね、だって写真だって明日撮るわけですからね、明後日ですかね、明後日撮るんだからすごいよね。そのベスト版の中に入っている写真はこのアコースティックルームをやった次の日に撮る写真です、ね、そんなこと言わなくていいのかね。まあそうだね、はい、若干怒ってます怒ってないけど、うん、いやいやいや、まあそんな感じで来年はまずちょっとまずベスト版と、まあ、新曲を聴いていただけたらなっていう感じなんですけどね、まあ、年内はまずこのあれですよ、アコースティックルームですよ、うん、ねえ、OK ですから今日のこのライブはライブ納めになりますよね、今年の。そうだね、はい、本当にね、いろんなことありますが、これ前を向いて、これありますか、ないね、生きていこうじゃありませんかね、え、はい、もうみんなもう大体あれですよ、やり方は分かってますから、うん、うん、この新しい世の中の生き方、生きていき方っていうのもみんなもう実践してますからね。本当みんな努力してますよ、ね、なので、うん、いつかね本当にうん、またハグしたり握手したりこうね、うん、こう距離が近くなる時が来ると信じて、今はできることを頑張りましょう、ね、はい、ではそろそろ曲の方に行こうと思いますが、これもね、ずいぶん前に作った私たちのクリスマスソングですね、今日は2人バージョンです。まあなんか満天の星空を見て書いた曲です。その星空に感動して作った曲です。では We Are という曲です。聴いてください。ずっと昔に見た夢の続き、幼い頃は全て信じていた。もう一度会いたい、もう二度と君には会えない。流れ星に願いかけてた、凍える夜、私たちはこの幾千の星に生まれたの。君に出会えた奇跡、二人だけのもの。眠りから覚めてそれが幻でも、心にはきっと生き続けてるよ。どうしても伝えたい、もう一度君には伝えたい。聖なる夜、
たあの日のまま私たちはこの幾千の星に生まれたの君に出会えた奇跡私たちのもの Dear friends, so long 忘れない繰り返す出会いの中小さな傷跡を両手に抱えてる僕らさまようばかりこの果てしない世界を見つめる旅人よ It's so precious when you have the wishes Open eyes and see inside of your heart It's so precious whenOpen eyes and see inside of your head 孤独という鐘の願い祈りの言葉を誘うよ過ぎ去る現実と優しく息づく明日はあなたの全て許すでしょう迷うことはない歩き出そう It's so precious when you have the wishes Open eyes and see inside of your heart It's so precious when you have the wishesYo, 力なくしても駆け抜けよこんな時代を愛する人よやがて互いにこの街に永遠を咲かそうそして私はいつの日かまた歌うだろう旅立つのだろうなら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 Na 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 na
ではでは。いや、時間が経つのが本当にあっという間で早いね。何、8時半すごい ね、 わーわー、早い。楽しんでますか。イエーイ。さあ、恒例のさ、あの去年のあのクロストゥーユーっていうアコースティックライブ来てくれた方ならわかるんだけど、これ足元にルーパー入ってて、まあ、頭の B フリーとかで使ってたんですけど、あのこれなんかギターを叩いてさ、こうドラムみたいにやると意外とドラムみたいになってくれんのよ。だそれをさ、ちょっと今作るよ。2 3 4。お、一発じゃないんですか。今日はうまくいったね。いったね。テンポどう、早い、大丈夫。いいと思います。いいですか。はい。おお、すげえ。イエーイ。このなんかね、日によってやっぱテンポが遅いだか早いだかって結構ね、うまくいかない時あったんですけど、今日はなんか一発すげえ。まあこれそのクロストゥーユーでもね、このループ鳴らしてこの曲やってたんで、この画面の向こうの方々ね、この曲で共に盛り上がれるといいな。飛び込んでいくマンデー、気に入らないスーツでチュースウェンスデイ、コピーにつまずいてるカフェ、切り抜けただけのフライデー、ずっと待ち続けてても、幸せのメール探して夢見て答え出して、時々でも大丈夫、選んだのは渡したもの、空白になったままのサタデー、突然彼氏のテレサンデー、口喧嘩だらけ、バッドなホーリデー、泣き虫だけれど涙でこの街透き通って見える、夢の途中歩いてみて、負けないで泣かないで頼らないで、理想を今イメージして、いつかはほら強くなれる。誰でもない、 It's your life、 探して夢見て答え出して、選んだのは渡したもの、 Yes I need to candidate She's a Sunday、 なんだかほら軽くなるよ、探して
楽しい歌だね、ウィークはね。イエイイエイ。楽しんでますか、ね、夜ご飯は何でしたか俺らまだ飯食ってないね、そういえばね、うん、うんうん、ねえ、今日土曜日だもんね。そっかそっか、うん、なんだ。いやしかしさ、ワンちゃんやがるけどさ、いいよ曲、うちらうちらいい曲いっぱいあるね。それはここで思っとこうぜ、うん、いやいや一生無理いい、やっぱうちら曲いいよねえ。中尾さんお縄になっちゃったけど、やっぱ曲いいねあいつな、あいつね、お縄になったけどいい曲作るよあいつな。俺ははっきり言う、お縄になっても曲はいい、うん、まあまあまあな、な、そうだよ。あのね、もう事実は事実ね、お縄だったらお縄になった、いい曲はいい曲です、素晴らしい。俺はやっぱね、このグループで活動できたことを誇りに思うね、本当に。これマジで素晴らしい、うん、やっぱなんかギター弾いてるとその当時の情景もすごく思い浮かぶし、今また色褪せないこの曲たちをこの演奏できる喜びっていうのをね、ものすごく感じる。いいな、たこ焼きとお酒だって最高。いいじゃない、スペアリブいいね。いいね、たこ焼きとお酒と量のぼやきね、最高じゃない。毒舌、毒舌ね、うん、ね、そう、普通言わないこと言っちゃうみたいなねいや最高ですよ。まあまあね、うん、本当にね、今年もいろいろありましたが、はいはい、我々はね、き、何、ステイセーブ、ね、ステイセーブ、ステイセーブって言ってんの今、セーフ、セーフだ、ステイセーフで ね、皆さん本当にそうだよね、健やかに健やかな毎日をお過ごしください、はい、うん、もう本当にね、そればっかりを願いますね、うん、いや本当に、でも長く生きてると本当いろんなことあってしゃあないけど、やるしかないっていうかね、ね、だって、うん、やばいやつだからね今回のはね。何がやばいやつじゃない、 あのスペイン風邪と同じやばいやつでしょ、ね、本当に、本当さ、手洗いうがいを ね、引き続き、そう、みんな努力、はい、うん、ね、心がけ一つでね、うん、Yes we can フル振る、ね、でも大事ですよ。そうですよ、イエスウィーキャンです。なんかね、全然面白いこと言ってないんだけどね、うん、タイミングでしょやっぱなんか、ね、面白いタイミングに言うっていうね。いや全然面白くない、ね、あ、面白くない、あ、そう、ダメ、ダメでもないいやだからダメ、なんかいいんですよそう、もう、もう今更帰らんないんですよ、ね、お、飛沫がもう今このアクリル板にもう直撃あっ出前館の浜ちゃんみたいな感じ。あ、分かんない。それでは行ってみよう。分かんないんだよ。みたいなね。はい。では喋ってたらどちらかあるので。どちらかあるよね、やっぱね。曲が、曲が台無しになるので。しょうがないよ、全く本当に。そうね。そうですよ。はい、では残り、ね、もう少々お付き合いください。お付き合いくださいませ。ね。やっぱね、あとうちらの代名詞的なこれもやらないとね、ライブは終われないということ。もうここ続けていける？続けていきましょうか。いけます？ね、まあちょっとカポがあるんで、うん、こいつ次第でね、え、オッケー、行ってみましょう。オッケー、オッケー、トゥーデイフォー、季節外れの風が運ぶ思い出たち、懐かしい笑顔の君は遠い街、宝物だと呼べるものは何一つも見つけられない。誰もがいつか
時にはまるで時の笑顔のままの僕らがいる。遠回りでも必ずたどり着ける。きっときっといつか。
夜だからあの星はせーの知っていますか思い出してひび割れた大地にせーの水あげようわ一粒ずつ両手で雨集めてみよう。そう笑って笑って悔しくでも笑って君だって歩いていこう。泣かないで僕だって一人なんだよ。君にしか見えない So far awayってさ言うたやん。三者違うのね。リハーサルの時やっぱり癖で三者って言っちゃうんですけど、三者ちゃうって言われたの、ね。よし行こう。はい。三者。はい、あーなんでこんなんで涙出ちゃうんだろう。もうちょっともうちょっとうまく言えたならな。ねえ。どうしたらいいの。今日はありがとうございました。いつか必ずまた同じ場所でライブができる日を願ってるよ。今日はありがとうございました。ワン、ツー、ティー、フォー。太陽が笑うダメダメな僕ら素晴らしい気夏が逃げてくぜ。 Don't mind その涙を拭いて Stand up for your life。 あなたの代わりなんていないんだ。いないのよ、あなた以外には。やりたくてできなくてなんかつまんないんだ。強がって生きがって何もしたくないんだ。ねえどうしたらいいの。人のせいにしたり逆ギレしたりダメダメな僕ら消えてゆけ。 Hey guys そのプライドを捨てて Go to your next stage。 自分を乗り越えて Change your world。
らしき時が逃げてくぜ止まりその涙を拭いて Stand up for your life あなたの代わりなんていないんだ今Change the world Do the best of you、hey! 歌ってそこのあなたも君だって僕だって気づいていないだけ雨だってダメだって君だって僕だって気づいてないだけ雨だってダメだって本日は最低なりイエーイありがとうありがとうございましたありがとうございましたみんな皆さんどうか健やかに健やかな年末年始をお過ごしくださーい。ありがとうございました。ありがとう。Thank you. Thank you. Gracias. Obrigado.